よし、あとはここでこのケーブルカーで帰るだけ。ついてきてる？よかった、ついてきてた。山を降ります。この山は危険です。知ってる。は？知ってるって。駅の電気が消えている。雷で電源が落ちてしまったのかもしれない。どこかに電源スイッチはないんだろうか。もうそういうのやめてよ。くそー、こんな時に限ってダメ。多分ここだわ。あれかな。びっくりした。背の高い女が。うっそーん。え、こいつどっかで見たな。くそ、やたらと動き回ってくるし。ギリギリ間に合った。外に出て戦おうか。マジで言ってんの？ここで戦えって。なんか即死攻撃みたいな。から先に攻撃を仕掛けてくるか。有利な位置取りを。有利な位置取りはできない、絶対できない。これこいつから先出すか。いや、お、シャッターチャンス、シャッターチャンス、大ダメージ。これで倒した。おっと、こいつ、あの宿にいた。倒した。あの時の。
はあ、なんか恐ろしい、恐ろしい映像を見てしまったな。スイッチはよし、さあこれで帰れるぞ。駅構内の電源が戻ってたようだ。ケーブルカーで下山を急ごう。はい、急いで戻りますよ。雨も上がってきた。そんなことはないか。よし、さあ帰るぞ。氷上山ケーブルカー車内。ああ、助けるためにいろいろ苦労したって感じだけど、途中で電源が落ちたりとかしないよね。なんだ、やっぱり電源落ちたじゃねえか。パンフレットによると近くにトンネルがあるようだ。そこを抜ければ廃旅館の屋上へ出られるはずだ。嘘でしょ。あ、ここ来たことあるな。確かレンの物語で一回やったな。回復アイテム、他になんかない？とりあえず今は清めの火が、清めの火が欲しいところだが、ここは普通に山に登っていく感じか。うわ、2人ともめっちゃ透けてる。もうしかもミュウのシャツ白いから、もうめっちゃめっちゃ下着が見えてんだけど。すごいすごいエロティックなゲームだな。多分こっから降りれるんだよね。お前毎回会うな。よっしゃ、それなりに気をつけてたから。氷上トンネル、今回のミッションちょっと長い気がする。まあ俺がもたもたしてるだけか。うえ、おっと、いた、あいつはなんだ。
あれ、なんか見たことあるようなないような。しかと。何だったんだあいつ。錆びた電話ボックスから白い光が漏れてる、うん、何だったんだ今の傘を差した女。まあいけないよね。とりあえずあのトンネルもうトンネルっていう響きだけで怖いな。よくね心霊スポットとかでこういうトンネルとかが有名なんで、ハイトンネルとかが有名ですけども、行きたくないですね本当に。まさかゲームでここに行くことになるとは思わなかったな。俺は何も聞いていない。意外と明かりがついてるんだな。ここを通れば廃旅館に行けるって言ってたけど、怖いな、怖い、超怖い。もう悪ふざけできる余裕がなくなってきたな。ハイトンネル、ハイトンネルではないな。工事途中で放棄された感じ。離れたいな。失礼。どんだけこのトンネル霊がいっぱいいるんだ。ちょっとこいつに聞いてみるか。聞いてみたけど全く分からなかった。とりあえずここ進むか。あ、電気通ってたんだ。あ、そっか、土砂崩れがあったからこの補修工事みたいなのしてたんかな。
なんかそんな感じするわ。おっと、またお前、危ない。見取りをしたのに映像が見れなかった。よし、あそこの扉を進むんだろうね。あ、こんなところに。よし、お前まだいたのか。うっそーん、うわー、痛々しいな。なんだこいつ、見取り。車が一人でに動き出した。それであんな姿になったのか。それでこんな姿になったのか、こいつ。とりあえずこれで扉が開くかな。外に出たな。こっから廃旅館までまっすぐ進めればいいんだけど。あ、小道があるな。どっち？どっち？小道が2つあって、こっちはどう？こっちは何なんだ？あー、登り道か。山を登っちゃうから、もう一つの違う道を、こっちかな。ここだな。三籠森温泉。
一郎荘。あ、裏口か。怖い。すげえ怖い。どっから行った方がいいか。ここから2階へ降りられそうにない。3階か。ここもダメだよね。となるとここか。ここは行ったことあるよね。あ、やっぱり屋上か。あ、フィルムだ。ありがたい。そんなこったろうと思ったよ。ふう、一音式用24枚。ちょうどフィルムが不足してたからちょっとありがたいね。稲崎さんの家の方には連絡がつかなかった。また明日かけてみる。行かないと。もう一度。先生、ちょっとこちらへ。ああ。お母さん。見とるってか。これは、俺だけの楽しみにしておこう。見とれば何か情報がつかめるんだろうか。アイドル時代。いい女優になれる。私には何もない。空っぽだから、何にでもなれるだけ。何でも言うことを聞きますよ。あなたたちのことは全部わかるし、くだらない。嘘ばっかり。しかも嘘ついた方が傷ついているんでしょう。バカみたい。ユリどこ触ってんの。勝手に見ないで。最低。
日向崎美宇は山頂近くにある神社夕の宮の奥で遥かと同じように黒い棺に入れられていた。眠る美宇の記憶を見ようとした有利だったが、逆に自分の記憶を見られてしまう。美宇もまた駆け身の力を持っていた。ああ、A ランクか。2時間ぐらいかかったな。今回は、まあ、サービスショット回でしたね。ああ。よし。お。次回から、密かを探す話になるわけですね。というわけで、今回はこの辺りにしたいと思います。ちょっとね、グダグダしてましたね。まあ、編集でカットして短くしようかなと思います。それでは、次回は黒沢ひそかを探すミッションをやっていきたいと思います。それでは次回お楽しみに。本日も最後までご視聴ありがとうございました。